どうも、僕です。昨日新ヒーローが発表されて、よし俺も動画投稿頑張るぞって思ってたところ、ツイッターの DM にね、とある長文が送られてきまして、それがねこちら、ギルティを汚すな様から送られてきた DM なんですが、フガスタジオ様へ。俺じゃねえわ。突然匿名の連絡失礼いたします。一ユーザーだけではお気持ちは変わらないと思いますが、ダメ元でお伝えしたいことがあります。解決庫を題材としたコンパスのネタ動画について、ギルティギアファンのためにやめていただきたく思います。知らないとは思いますが、私はイグゼクス、リロード、青リロやスラッシュという時代から解決庫というキャラが好きで、コンパスでも愛用するほどですが、あなた様が生み出した解決庫のイメージのせいで、ギルティ本作品ストライブ等でもそのネタを題材としたプレイヤーネームが低階層で流行。あなた様の動画で生まれた回のイメージが多くの原作解決庫ファンが悲しんでいます。あなたはネタとして扱えるかもしれませんが、私たちギルティ勢にとっては愛している愛情のあるキャラを汚されていると感じます。本当にやめてください。これ以上原作ファン、そしてコンパスでも存在しているであろうカイファオンためにもお願いいたします。正しい判断をお待ちしておりますというね、超絶長い文章が聞いたわけですが、おい聞いてるか、フガスタジオ、お前のことだぞ。俺の名前パクってフガスタジオにしたんだろな。ギルティギアのキャラをけなす動画作るのもやめた方がいいよ。本当にファンのみんな悲しんでるから、皆さんもフガスタジオっていうやつには気をつけてください。僕の偽物なんで、そいつは。はい、それでは。